皆さんこんにちは、たけちです。今回は知らないとやばい低単価の動画編集者の5つの特徴についてお伝えできればなと思います。まあ、僕も動画編集大体2年くらいやってきて、まあ、会社も設立して結構いろんな方に発注する機会があります。その中でやっぱりこの人に発注するよりこっちの方の方がいいなとか、この人多分低単価だろうなとか、まあ、分かるようになってきました。まあ、僕自身もスマホ動画の講師として受講生500人くらいつまりみオンラインサロンを含め見てきてます。なので、まあ、動画の後半ではどうやったら単価が上がるのか、まあこういったこともですね、お伝えできればなと思います。この動画は、まあ、動画編集で案件を取れてきたけど単価が安いとか、どうやって値上げをしたらいいか分かんないとか、今までしっかりやってきたつもりなんだけど契約を切られるという方にですね、ぜひ、ご覧になっていただければ嬉しいなと思います。大きく5つ特徴があります。まず1つ目、コツコツ作業できず納期を守れない人、圧倒的に低単価です。納期を守れないということはクライアントさんが投稿する予定のスケジュールに合わせられないということなので、めちゃめちゃ迷惑かかるんですね。編集者さんというのは基本的にディレクター、編集者、そしてディレクターの上にクライアントさんがいるんですよ。なのでディレクターさんがしっかりとこの人だったらお願いできるなって思ってもらわないといけないので、コツコツ作業できないってなるとその人に今度からお願いしようっていう風にはならないんですよ。これを1つ目に当てはまる人は動画編集向いてないからと思います。2つ目、効率を重視できずに時間単価が低くなる人ですね。これどういうことかって言いますと、まあ、動画編集の中でもいろいろあるんですよ、単価っていうのは。例えば YouTube の動画編集の案件とかだと大体1本まあ5000円から、まあ、高くても2万円ぐらいだと思います。まあ、単価はそんな高くないんですけど、案件数がとても多いんですよ。 YouTube やりたいって人めちゃめちゃ企業さんも個人の方も増えてるんで、あと動画編集が始めたての人も結構参入しやすいんで、 YouTube の動画編集で食っていけるよって言われてるんですよ。逆に、まあ、結婚式のムービーの制作編集とかだと大体1本1万円から5万円って言われてます。まあ、親しい友人の案件を除いては、まあ、一生残る作品なので、まあ、プロとしての高いクオリティが、まあ、求められることが多いです。その分単価高めで1分で5万円とかもらえます。まあ、これは結構動画編集をある程度経験した中級者向けにはなるんですけど、クオリティが高い編集できる人はこっちの方がいいかなと思います。で次に、企業サービスとか商品の広告の動画編集とかになると、まあ、大体1本約2万円から20万って言われてます。採用系になると50万とか、まあ、僕も PV とか撮るんですけど、まあ、50万でやることも多いですね。なのでこういう方は結構上級者向けですね。エフェクトとかトランジションとかカメラワークとか編集でグリーンバックとかマスクとか使える人に限ります。僕が一番おすすめするのは、まあ、ショートムービーの編集案件ですね。約大体1000円から2000円って言われてます。で時給単価が一番高いんですよ。 YouTube よりも高くて、 YouTube とかだと1本編集するのに大体4時間とかかかるじゃないですか。要は時給でいくと2500円ぐらい。でもショートムービーであれば大体1分の編集なので30分でスタッフ、僕のスタッフは終わらせていて、大体時給4000円ぐらいですよ。なんでショートムービーの編集は結構ありかなって思います。で一番いいのはディレクションレイヤーに上がることなんですよ。動画編集の知識だけじゃなくてチャンネルを伸ばしていくようなマーケティングスキルがつけばディレクションレイヤーに上がりやすいです。戻るんですけど、効率を重視できずに時間単価が低くなる人ですね。まあ自分がどこの分野で勝ちやすいかっていうところもそうだし、編集ソフトによってはこういうテロップをこういう風に出してくださいねって、もうクライアント側で決まっている場合はもうそれをパソコンで保存しておけるんで、それをまあ効率よくやっていくやり方をしないって人は結構時間単価低くなるかなと思います。そして3つ目、指示通りに動画を作るスキルがない人ですね。まあ、TPP できない人、ビジネス系の編集であってもエンタメ系の編集であっても基本的に大体真似で作るんですよ。その時にテロップのフォントが違うとか効果音がめちゃめちゃうるさいとか、指示通りに編集ができないって方は結構低単価だし案件が継続しないかなと思います。僕も編集者さんの上がってきた動画を見るんですけど、一番よく見るのはテロップと効果音なんですよ。参考のチャンネルをテロップにしてくださいねって言ってるのにもかかわらず全く違うわけわからないテロップ出てきたりとかすると、もう次からないかなっていうのはよくあります。うちのスタッフもディレクションレイヤーの子がいろんな動画編集者さんにお願いするんですけど、やっぱり口を揃えているのはテロップと効果音がしっかりできている人っていうのを採用しますって言ってました。まあ僕と一緒ですね。指示通りに動画を作るスキルがない人っていうのは低単価の動画編集者さんになりがちです。そして4つ目、クライアントの他の動画を参考にしない人。クライアントさんがゼロから始める、立ち上げるチャンネルもあれば、もう継続してやっていて、そこにプラスアルファ自分が加わる場合もあると思います。その時に当たり前なんですけど、クライアントさんが今までどんな編集をしてきたのか、それに加えてクライアントさんの競合のアカウントの編集はどんな風になっているのか、これをプラスで見た上でこっちのテロップの方が良くないですかって提案できる人っていうのは割と単価上がりやすいです。クライアントさんの他の動画参考にしないっていうのはダメです。参考にしましょう。
そして5つ目、オフラインの場に自分から行こうとしない人ですね。クラスさんと僕は結構オフラインで会ったりとか、情報交換したりしますね。なんでするかっていうところでいくと、もちろんチャンネルの編集に関して話すこともあるんですけど、どちらかというと人間関係とお付き合いとしてお会いさせていただいて、何のためにチャンネルをやっているのかであったりとか、どういう思いでそのチャンネルを運営しているのかとか、ただの一編集者ではなくて、先ほどお伝えしたようなディレクションレイヤーに上がるためにも、チャンネルの意図とか、マーケティングをしていく上での施策を提案できるようになるために、オフラインでしっかりとクライアントさんと会っていく、これがすごく重要です。なので基本的にはこの5つに当てはまっている人っていうのは低単価の動画編集者さんになりやすいかなと思います。この5つを押さえた上で、そうならない編集者さんになれば高単価になりやすいです。継続もされやすくなります。ということで、ぜひ皆さんも今日お話した5つ自分に当てはまってないからっていうのをしっかりと考えていただいて、今日から編集に臨んでいただければ嬉しいです。今回の動画も、少し役に立ったなって思った方がいればですね、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。僕の概要欄の公式 LINE から、素人がスマホ1つで動画編集で月50万円稼いだロードマップであったりとか、おしゃれな編集をする6ステップ撮影のポイントの無料動画が見れますので、ぜひご覧いただければ幸いです。それではまた次の動画でお会いしましょう。